まずはこちらから。およそ19万ものアイテムを揃えるハンズマン草見店から、お家で充実した時間を過ごすうち中女子のために役立つアイテムをご紹介する毎月恒例のコーナー、うち中女子部。さあ今週も始まりました、うち中女子部。はい、いやもう日差しが強くなって、ね、夏やってきますよ。やってきますね。実際ね、まあ、今日はですね、はい、あのもうこの暑さもあるし、でもまあ実際これからまだ梅雨場とかにも入っていきますけれども、そこにこううち中の皆さんが喜ぶような涼しげなアイテムから紹介したいな、はい、お願いします。ではこちらですね、目の前にどうですかこれ。かわいい。そう、ずっとすごいかわいいと思ってた。これカエルちゃん、これ浮いてるんですか。ほら浮いてます。それかわいい。こういう水辺というか、うん、あると見てるだけでも涼しい感じ。涼しい感じじゃない、うんね、なります。こちらもこれちょっとかわいいんですけど、何ですかこれ。水に浮かべるシリーズですね、これもね。浮かべるシリーズ、ここにね空気が入ったボールがあるんですね。これで浮いてるんですね。透明感があってかわいい、プラスチック。これね、ほらかわいいでしょ。かわいい。こうほらアザラシとかね、うん、ヒトデとかね、うんうん、水槽ということは、ええ、お魚ちゃんとかも泳がせるってことですか。メダカちゃんとかね。あ、だからお家の水槽に、ええ、さらに仲間を増やしてあげるってことですか。そうですね。かわいい。まだまだ今日いっぱい紹介したものがあります。あ、お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。今回も新商品がたくさん入荷。こちらはお庭を素敵に演出できるアイテム、おしゃれな素焼き鉢。大きさや色、デザインなど豊富な種類が揃っています。続いてはキッチン用品、ホタテをポンと天然抗菌剤ホタテの恵み。こちらを水に溶かして野菜や果物を浸すだけで、水洗いでは取れにくい残った農薬や大腸菌、カビやウイルスなどを取り除いてくれるんです。ホタテの殻を高温で加熱することで酸化カルシウムに変化し、その効果を発揮してくれるんです。皆さんもホタテ効果で健康的な食事を心がけましょう。シンプルで使いやすいドリンクボトルも新入荷。1つ100円とお買い得で、デザインもおしゃれなので冷蔵庫の中がすっきり片付きます。うち中女子のお二人、はいはい、手作りのお菓子とか作れませんか。私はあまりたまにたまに作ります。そういうね、やっぱりうち中女子の趣味に合わせたものの、はい、今度新しいグッズが入りました。でこちらですね、こちら袋、うん、袋ですか。これね、お菓子用袋なんですよね、これね。ここはあのケーキ用品の一部にあるね、こう袋類の商品なんですけど、一袋100枚入りって、さすがカレー100枚って、鋭い。これ100枚入ってるんですよね。これなかなか普通のお店で100枚入りって売ってないですよね。ですよね、うん、あの割とほらそういう手作りのものとかを作る方でもセミプロの方、うん、割とね、うん、だからそういう方は結構ね、こういう袋がやっぱ必要なんですよね。で今までこうネットで買われてたんですよ。でもネットだったら送料がかかるじゃないですか。送料もかかる、で時間もかかる。そう、うん、なんかその分お金もかかっちゃうね。うん、でももうこれ今回ハンズマンに入りましたので、こういう感じになってる。あ、めっちゃしっかりしてますよ。ほらこれ見てほら、なっちゃん、はい、ここほら切り口があるの、ちゃんとお店じゃん。これ買う時にあの開ける時の用の切り込み、うん、え、ここ閉じる時はじゃあどうするんですか。閉じる時はあのここはあの熱であのギュッてするのが、そうですね、はい、でもちょっとやっぱりラッピングとか小分けしてあげると女子力ってやっぱりねアップしますよ。ですよね。そうですよね、うんうん、いいと思います。これね、うち中女子に皆さんおすすめです、はい、さらに新商品こちらは新しく入りましたフェルトの切り売りですね。いや私初めて見ました。ですね、すごい色が多い、うん、10色一応あるんですよね。フェルトって結構多用途なんですよね。そうですね、例えば学芸会の洋服とか作るときに何メートルでも買えますんで、で200円っていう1メートルお安いんで大量に買って作ってもらうこともできます。あの切れって意外と高いですし、はい、あとあの端の始末がね、あなるほどね、結構大変じゃないですか、ええ、フェルトは切りっぱなしでいいから、ね、いろいろ本当使えますし、色がねしっかり揃ってるっていうのがすごいやっぱ魅力的かな。続いてはインテリア。
以前ですね、はい、ロールスクリーンっていうのをご紹介したんですけども、はい、こちらの方も大好評で、うん、続きまして今度ブラインド PVC ブラインドっていうのがあるんですけども、はい、これが新しく入りました。ブラインド、こちらですね、こちらが入りました、はい、すごい、あの色もサイズももう豊富ですよね、うん、いっぱいありますよ。で価格ってこれですか？そうなんですね。さすがはかやさま、安っ。500円、これもそのブラインドの値段ですか？これね、 60×98cm 540円。これ一番でっかいので、これ176×180、これがでっかいサイズで、これ2100円。うわ、価格やバリエーションの他にも大きな特徴が。これ実はカーテンレールにね、取り付けることができる。これ取り付けができるんです。でそのカーテンレールを外してそれを取り付けるっていうのが主流なんですけど、この場合はもうそのカーテンレールからカーテンを抜いて、でそこにもうこれを設置できると。ということは、うん、賃貸の人も OK。 そうなんです、賃貸住宅にお住まいの方も簡単に窓辺の模様替えが可能です。続いては柄もおしゃれで組み立ても折りたたみも簡単なインテリアボックス。蓋付き、蓋なし、どちらもカラーボックスに対応したサイズなのでケースとしてもぴったりです。おしゃれなアンティーク調の金具も種類が増えました。ドアの取って一つ取っても様々なタイプがあるので、お好みのアイテムがきっと見つかります。こちらは新商品の塗料、その名も塗って剥がせるデコレーションペイント。これは、まあ、あのデザインをですね、はい、まあ、好きにを描きながら塗料をつけていくんですけど、うん、それが硬化すると剥がして窓につけられたりする。ちょっとやってみたい。これ、うん、やってみましょうか。もう本当論より証拠、やった方が早い。やった方が早い。ということで早速チャレンジ。じゃあまずはやり方を、はい、やり方ですね。まずはこういった、写したい、ステンシルというか、まあの絵をですね、うん、準備してもらって、これをクリアファイルに挟んでもらうだけでいいです。こういう透明なクリアファイルですねに挟んでもらって、これをもうあとはこれで、なぞって色を塗ってもらうという形になっています。こう中身を出しながら、そうですね、まあ、この絵をなぞっていけば、うん、その乾けば剥がせるものになると。そうですね、うん、いよいよペイント作業へ。色をつける前にまずはこちらのアウトライナーを使って描きたいものの縁をなぞっていきます。ペンを使う感じで、あの意外と簡単にというか、うん、いけますね。この後に塗る塗料がはみ出さないように土手を作っていくイメージ。乾燥させるとゴムのような素材になり、さまざまな場所に貼ることができるんです。窓とかね、 あとほらガラスとかね、鏡とかね、あの冷蔵庫に貼ったりだとかね。あ、つるっとしたとこですね。そうそう、つるっとしたとこかな。おー、すごい恐竜になってますね。なってますね。でもすごい立体的、すごい 3D や。縁取りができたらしばらく乾燥させ中に色をつけていきます。あ、でもアウトラインがしっかりしてるから塗りやすい。うん、さーっといけるな。乾燥すると色が濃くなるので、そこも計算に入れて色を選ぶのもポイント。絵心に自信がある方はフリーハンドで描いても OK です。塗り終わったら24時間以上乾燥、その後丁寧に剥がして好きなところに貼れば完成です。すごい、今日も面白かったです、ありがとうございます。欲しくなったデコペン、うん、あれ良かったですね、楽しめるし、毎月紹介してるのに毎月新商品がちゃんとあるっていうところがもうすごい、うん、これからもどんどん入ってきますよ、もうこのうち中女子の皆さんにも本当に可愛がってもらえるような新商品、じゃあ今後とも、はい、うち中女子部よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。